皆さんどうもこんにちは、マンディアンドユーポンです。はい、今回は久しぶりにユーポンのカバン紹介をしていきたいと思います。前のアマゾンで新しくカバンを購入しました。カバオ軍って言うとしちゃった買ったカバンがこちらです。結構ね、大人っぽいカバンを購入しました。結構ね、リュック系が最近ずっと多かったので、ちょっと路線変えていきたいなと思いまして、大人っぽいカバンにしました。はい、これかわいいよね。結構でね、こういうちっちゃいカバンとかってさ、あんまり量入んないけど、これ結構入った。必要なものは全部入りました。スマホとか、まあ、財布だったり充電器だったり、いろんなもの入りました。なので、ね、ちょっと中身を紹介していきます。開けるところはここを行くってやってパカって開ける感じです。でね、一回ね、これね、これすっごい長くて届いた時に、なのでちょっとここ縛りました。長すぎたんで、もう腰の下までいったからね、これは長いと思って。じゃあ紹介していきます。まずパッと見中身はこんな感じに、まあ必要なものしか入ってないんです。だから例えばちょこっとコンビニ行く時とか、あとはちょこっとお出かけする時とか、あとはまあ友達と、ね、遊ぶ時って結構いっぱい買い物するから、荷物が手持ちになるじゃん、これとかだったら。だからね、結構大変だけど、でもちょこっとね、まあそこら辺買い物してくるわみたいな感じの時だったら、もう全然いいと思います。でね、まだ最初に入っているものはこちらです。今はね、本当に必要な暖房のモバイルバッテリーです。充電切れたらね、もうねえ、何もできないから。で、それでもっと大切なのがこれね、充電の線です。これがね、ないと充電できないからね。これと、で、あとはやっぱり必要ですね、リップ。これね、ユーポンがよく使うというリップ入れてます。まあ、薄れちゃうのでね、唇がご飯とか食べちゃうと、あとまあ時間が経ったりすると薄れちゃいますから、リップ。なのでこれ必ず1本は入れてます。まあ、チークとかは別に取れていいかなと思って、まあ、リップさえ持っていけばと思って、リップまた入れてます。で、そこにこれですね、お財布です。なんかすごいもっこりしてるもっこりしてる。これなんとね、長財布も入るんです。ぴったり入るからね、めっちゃいい。届いた時これ入んないかなと思ったんですけど、全然楽勝に入りました。で、そして最後にスマホです。やっぱね、スマホは持ち歩かないと何かあったら大変なので、スマホを持ち歩いてます。なんかね、一回スマホこれ入んなくねと思ったんですけど、ギュッて詰め込んだらいけました。でね、あとこの中にはここにね、ちょっとちっちゃいポケットがあります。ここね、ちっちゃいポケットで、結構ね、底が深いからいっぱい入る。このここに財布と、で、この前にね、充電器とモバイルバッテリーで、スマホ、髪の毛で、ここにリップですね。結構これギュウギュウだな。でね、止めるところが結構上ら辺にあるので、めっちゃね、止めやすい。シュッてこうやってやるだけでいいですね。あとこうやって下げて、結構ね、この服にも合う。ほれほら、結構合うのよ。でね、佐賀県でちょっと清楚系のね、服をユーポね、いつもこういう服じゃん。なんていうの、こういう服ってなんていうの、ポップ系っていうの、なんていうの、なんかちょっといろんな服着てみたいなと思ったね、佐賀県にいるときで。服を買ってユーポらしくない服なので、ぜひ見てみてください。ちょっといつ動画上がるかわかんないんですけども、その時にこのカバンもね、ちょっと一緒にしょってみます。ちょっとどんな感じになるのかなと思って。でね、これね、どこで買ったかというと、ユーポアマゾンで購入しました。いくらだったかな、あった、これだ。お値段が2790円で、なんかいろんな色ある。これもね、もう本当におすすめです。ぜひ購入してみてください。はい、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。これはね、ちょっとこれからも使い続けます。はい、ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINELIVE、TikTok の方もフォローよろぽんです。ではおつぽん。